マオイママの絵の発送準備を今しています。チャコちゃんとかジャン君とかポンちゃんとかがこの辺をうろうろしているので踏まれたりしないよう気をつけながらっていう状態です。シュン君もうちょっと待ってね。これが終わったら出してあげるからね。さあ子供たちが出ますけど、なでなでとかいいんですか？いいんですか？チャコちゃんは飯も食わずにまた夕方までこの状態なんですね。はい、お兄ちゃん出ますよ。はい、はい、お兄ちゃんどうぞ。はいはい、あずちゃんもどうぞ。じゃあ避難した。シアン君、おいで。はいはい。シャン君こっちおいで。食べ終わったら遊んであげるね、アンズちゃん。はい、アンズちゃん。アンズちゃんご飯だよ、どうぞ。ご飯っていうか、はい、おやつ。おやつでございます。おやつです。あ、おやつですよ。いいね、アンズちゃん。リカーさん。もうちょっと下向くとアンズちゃんのが嫌だ。うん、食べるよね。そうだよね。後でね。よいしょ。はい、シャン君どうぞ。チョコ。ちょっとシャン君どうぞ。おやつだよ。あれ？チョコちゃんに。チョコちゃんの影響受けてる？遊びが優先ですか？シャン君ほら、シャン君あるよ。おやつおやつ。ほら、どうかな。おや？あれ？じゃあ遊んどいで。あれあれ？よいしょ。ちょっとつけとくじゃ。ああでももう足りないのか、新しいのになっちゃう。じゃあここ置いときますよ。よいしょ。はい、シュン君。シュン君ご飯こっちだよ。食べなさいよ。シュン君はちゃんと食べます。ポンちゃんはあまり食べそうにないですね。ポンちゃんは食べるか。食べる。ウェットがそう。はい、
人間のこんまけです。今何時だ？もう6時近いかな。6時42分。7時近いじゃないですか、茶子さん。ケージに戻らないのでもう外でご飯をあげてます。そしてちゃんくんとぽんちゃんの残りも平らげようとしています。こんなに腹ペコだったくせに、なんで外で遊んでるんですか君は。思いっきり走り回ってるのね、うん、で走り回って気づく、なんかちょっと気になって、なんかお腹空いたなと思って、あまりなんかね、すごいあそこのちゃんくんとぽんちゃんのカリカリを隠してるやつを、うん、なんか手をパッて突っ込んで取ろうとしたりとか、うん、するくらいお腹が空いてるのに自分のケージには入りません。今カリカリも自分の分出してあげるよ。もうポンちゃんじゃなくてもチャコちゃんのずっとケージは開いていて、うん、お皿をきれいに舐めましたよ。なんだ、カリカリも食べ、お腹空いてるんだ、すごい。ああ、おいしいおいしい。朝から絶食ですものね。これさ、意外にさ、お腹いっぱいになったらケージに戻って寝たりして、ね、寝るかな。不思議な子か、だからね。うん、わかりました。めっちゃゴツゴツしとる。夜までには戻って寝てくださいね。はい。自分が可愛いことをいいことにですね、朝から夜、今11時になりましたよ。もうこんな時間まで外にずっといっぱなしです。可愛いきゃ許されるんですか、茶子さん。そうなんですか。はい、そうです。可愛かったら許されます。はいはい、可愛い。はい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 。可愛いと許されるんですよね。それによって自分で舐めた、ね、そう、うん、それによってですね、今まで、ご飯だから帰っておいでって言われてそそくさと帰っていたしおんくん、なんかちょっとバカみたいじゃないですかごめんごめんはい、なのでしおんくんを放出いたします。しおんくん、君はなんだか気真面目だったんだね。真面目でいい子です、しゅんくん。ですね、ちゃこちゃんが言うにはね、ルールっていうのは破るためにあるんだって。はい、いってらっしゃい。そしてまずちゃん、まずちゃんもおいで。よいしょ。ヤンズちゃん、ヤンズちゃんもおいで。あら、降りるんですか、あ、登っちゃうんですか。ヤンズちゃん、ヤンズちゃん一回空いてますよ。大好きなお兄ちゃん見てきたけどさ、はい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 、ヤンズさん、ちゃん、ほら、降りといてって言ってるよ。はい、下で待ってますよ。しゅんくん、しゅんくん、何してるの、ちゃんくん。しゅんくん、しゅんくん、ちゃこちゃん、ちょっとしゅんくんのとこ行ってくるから。
い、お待たせ。あ、お待たせ。はい、いいかね。もう、おちゃびちゃんが入ってきてごめんね。ちゃこちゃんが入ってきてお水飲んだりしてね。ねえ、あんずちゃん。あんずちゃんも出てきたらいいんだよ、あんずちゃん。うん、シュリシュリ。ねえ、いいかね、あんずちゃん。お腹ついたな。すごい勢いで食べてるね。ヒカだね、ヒカだね。おいしい。あとでお水も入れるね。飲まれちゃった。そうだね、その。けど後でお掃除しようね。はい、食べてください。どうぞ。どっちでも食べそうなやつ。チョコちゃん、ここにあるよ。ちゃこちゃん、食べてからまだ時間があんまり経ってないかな。ちゃこちゃんにはケージの外で今ご飯を2回目ですが、ケージに1メーターずつ近づいています。次回のご飯は明日の朝この辺でよろしくお願いしますね。はい、ちゃんくんは、ちゃんくんとポンちゃんはいつも最後になってます。君たちはいいですね。まあでもこの人たちがここで食べてるってことは、なんで私はダメなのってちゃこちゃんが思うのはまあごもっともかもしれませんがね。よく食べるね、チョコちゃん。足りなかったらちゃんとカリカリ金銀の中にあるからね。ですって。食べてね。